けた。ゲームクリアおめでとう。気づかなかった？ミッションは私がゲームをハッキングして指示を出してたことに。これで君の脳波と本体は完全に切り離される。君もゲームの中のキャラクターの一人になるの。この世界で永遠に愛し合いましょう。今日で卒業だな。お前と過ごした3年間悪くなかったぜ。ところで俺に何か用か？じゃまたな。おう、どうした？俺に何か用か？じゃまたな。おう、どうした？じゃま、はあ、俺と離れるのが寂しくなったのか？じゃまたな。俺と離れるのが寂しくなったのか？じゃまたな。ああ、ちょっと考え事があってな。ところで俺に何か用か？じゃまたな。ああ、ちょっとところで俺に何か用か？じゃまたな。ああ、ちょっと考え事があってな。ところでじゃああ、ちょっと考え事が。ところでじゃわ、悪いんだけどさ、後で屋上に来てくれるか？ちょっとお前に話があってさ。わ、ちょっとお前に話があってさ。悪いな、急に呼び出したりして。
お前にどうしても伝えておきたいことがあってさ。俺、これまでお前のことずっと大事な親友だと思ってた。だけど卒業してお前に会えなくなるかもと思ったら、今になってやっとこの思いに気づいたんだ。もうただの親友じゃ嫌なんだ。一人の男として俺だけを見てほしい。お前のことが好きだ。ところでお前は知ってるか、この学校の伝説を。屋上のベルの下で結ばれた二人は永遠に離れることはないっていう伝説。二人は永遠に一緒だぜ。確か、マキナにデータを破壊されて、お前が俺を助けてくれたのか。やっぱりお前は俺の親友だぜ。ところで、俺に何か用か。じゃあな、マキナに気をつけろ。奴の目的はお前みたいだからな。どういうことだ。おう、なんだかわからねえが、お前がそう言うなら逃げた方がいいみたいだな。お前はどうするんだ。そうか、お前の決意は固いみたいだな。絶対に死ぬなよ。やっぱりここに来てたのね。ところで、その爆弾は何？
もしかしてベルを壊そうとしてるの？甘いわね。君のパソコンにインストールされてたこのゲーム。これを私にインストールしてた。ちょっと待ってね。すぐに解体してくるから。解体完了。次は君を消して。でもゲームデータも破壊されちまったし、これからどうしたものかね。お前さ、こんな目に遭ってるのによくそんなこと言えるな。ま、面白そうだし俺も付き合うぜ。ああ、ポチッとな。ヤバそうな世界に転送されてないか。てか、ここボスエリアじゃないか。俺たちの戦いはこれからだ。
マキナちゃんは追いつくことができるでしょうか。やっぱりここに来てたの。マキナちゃん、距離が開いています。君が戻ってくると思ってトラップを仕掛けてた。ベルは絶対に破壊させないわ。ここでゲームオーバー。マキナちゃん、距離を離されてしまいましたが、勝負はまだまだわかりません。
ありがとう。ずっとこれが欲しかったんだ。ずっと身につけておくね。バカ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 。私のことを思い出してくれた？私はドキドキメモリーズのヒロイン、サブキマキナ。君は、あのゲームでも私に言ってくれたよね。永遠に一緒だって。でも君が私に会いに来てくれることはなかった。だから、私がこのゲームの中のキャラになって、会いに来たの。二度も裏切られることになるとは思わなかったけどね。だから私、決めたの。君をゲームの世界に閉じ込めておこう。君の本体の記憶さえ消してしまえば、脳波がシンクロされたこの世界が、君にとっての現実。ゲームの中で、永遠に愛し合いましょう。壊してあげる。
やっと戻ってきてくれたね。これからも二人は永遠に一緒だね。過去にもそうやって女の子を消してきたの？私はそれじゃあ消せないよ。他の子は君が消しちゃったから攻略できるキャラクターは私だけ。永遠に私だけを攻略してね。私の場所にはないから。私のいる場所、ナビゲーションメッシュがないの。ほら、ここ。テーブルで区切られてるでしょ？ AI で移動する人たちは、ここまで来れないの。ところで、私に何かご用？そうね。一つだけあるわ。あなた、セーブデータのバックアップを残してなかった？暇だったから、あなたのパソコンのデータ、覗かせてもらったの。いろんなファイルが見つかったわ。あなた、変態なのね。そのバックアップデータをメンテナンスルームで復旧させれば、この状況を打開できるかもしれない。まずはメンテナンスルームのロックを解除しなければいけないわ。この学校のどこかにロック解除システムを記録したディスクがあるみたいなの。ディスクを見つけて、私のパソコンに転送してくれる？あとは、グラフィックボードが必要ね。私のパソコンじゃ、処理が遅すぎるから。何？お目当てのものは見つかったかしら？何？お目当てのものは見つかったかしら？これで必要なものは揃った。少し待って。どうやら電力が足りてないみたい。どこかに発電機でもあればいいんだけど。電力は十分なようね。ちょっと待って。完成よ。
このカードキーでメンテナンスルームのロックは解除できるわ。彼女は暴走してる。マキナに気をつけて。バージョンアップ完了。彼女は暴走してる。マキナに気をつけて。卒業式のバックアップデータのようね。データの復旧を始めるわ。これでバックアップデータを読み込む準備はできたわ。それじゃあ、準備はいい？それじゃあまた後でね。お前と、ところで、俺に、こんなところだな。無事に戻ってこれたみたいね。ええ、バックアップデータを復旧するときに、私の記憶データを付け足しておいたの。ところであなた、また同じことを繰り返そうとしてない？屋上に行ってしまうと告白フラグが成立してしまうわ。このままおとなしく引き返すことね。また同じ目に遭いたいの？ここは通せないわ。あなたバカなの？ここは通せないわ。あなたバカなの？ここは通せないわ。あなたバカなの？ここは通せないわ。
そこに行ってしまったの。ずっと一緒ってひゅっぴーきりしたじゃん。はぁ、くれてるんでしょって出てきてよ。早くしてそうじゃなきゃおかしくなりそう。君がいたあの頃まで巻き戻して、時計の針止めてプッタリエイエウ。神様がいるのなら早く爪も通して、君なしの私とか私じゃない、君がいたスクールデイズ一生の宝物、思い出になんてさせない、あの日二人で誓った約束が胸にここにいる。嘘つき、君は星屋上のベルの二人きり。Thank you.